やりまーす。はい。こんばんは。こんばんは。こんばんは。いやー、いかがですか皆さんね。はいはいはい。本当にね。いや、俺でも久々よ。年明けてから僕2回目ぐらいですけど、前回とかも前々回出れてないんですよ。あ、そうなんですか。この大事な配信に。そうでしたっけ。何よりも大事な。一番大事やからね、この配信。一番大事。何よりも。テレビ番組の収録よりも、はい、親の冠婚葬祭とかよりも、一番大事でございます。本当に、それ2回出れてないから、ね、集まった、今日集まりました。久々に、はい、そうなの。子供の送り迎えよりも大事。全然ない、そんなもん6番目ですよ、そんなもん。6番目。6番目。1番目、これ。一番大事、これ、はい。何よりも大事。改めまして、僕たちです。お願いしまーす。私たちも行くよ。僕たちが来ましたけどね、特にあなたね、あれ見たことあるなってはなるかもしれんけど、はい、やっぱり白スーツ着てないし、もう完全オフじゃないですか。ただの39歳です。39歳ですよ。私は勝山です。年齢、ね、勝山でございます。ムーカツ、ムーカツです、はい。よろしくお願いします。お願いします。はい、私、ドン・ケンジミと思います。そうだと思ってた、やっぱり現状だった。そうです、俺です。あれでーす、はい、石川ことみでーす。お願いします。ことみさんでーす。馬主でーす。何の紹介親子ね。はい。どうも、リエジョンです。よろしくお願いいたします。いい声。変態です。変態じゃないですよ。変態じゃないの。超変態です。超変態ではない。本当にすいません、超変態です。言ったらどこでも舐めますからね。変態。遅く舐めてって言ったらすぐ舐める。すぐ舐めるから。今、いいっすか。この時期はこの時期ダメ。思ってもらう感じでいいんすか。逆にいいんすか。いいんすか。コメントであそこ舐めてくださいって言ったらもう舐めてくれると思う。やめてください。いつからそんなアングラな場所になったの。どしどし応募しても。いや、今日ね、ムーディさんめっちゃポップな、なんかね、パーカー着てはりますもんね。もういいよ、俺のパーカーのことは。何これ。もうよせよ、俺のパーカーのことは。あ、かわいい。かわいい。映ってるかな。あまりそんなムーディさんのインザハウスって。でも結構ね、お気に入りだと思います。結構着てるインザハウス。まあ上の方しか見えてないけどね、今ね。インザハウスって何これ、ヒーローも前のシーズンの、去年のヒーローも、先輩も、ルパンレンジャー、パトレンジャー、子供の影響で戦隊も去年から見てます。で、親父も一緒に来てるってこと。子供と一緒に。そうです。わー、いいっすね。今年はリュウソージャーでしたけどね。あー、そうなの。この間最終回を迎えました。本当にありがとうございました。だから、出てたみたいな。関わってないでしょ。1年間、本当にありがとうございます。すげえ。じゃあ子供の影響で、あの何、パンツのゴムとかにも名前書いちゃってる。そこまで影響されてない。ひらがなでムーディー。ひらがなでムーディー。もう影響受けせない。最近の戦隊もすごいですね。追っかけてたらやっぱすごいよ。あ、そう。うん、ストーリーもしっかりしてるんやけど、うん、ヒーローショーっていうのがね、東京ドームに遊園地があるんですけど、はい、そこの劇場でやってるんですよ、うん。ものすごい、はいはい、昔からでも後楽園遊園地で僕と握手ってあれでしょ。あ、そうそうそう、はいはい、そうなの。今すごいクオリティだよ。へぇ、もう上からいきなりもうブワーンってもうワイヤー使って降りてくるヒーロー。うわ、参加したじゃん。うん、すげえ。奈落っていうのかな、バカンって舞台が降りて、はいはいはい、もうそんなのに飛び込んでいくみたいな。細かすぎて、細かすぎてみたいな。あー、ストーン。そうそうそう、細かすぎてのセットがドンドンってモノマネしたらドン。で、最終、後半になったら、うん、1年間やるんだけど、後半になったら、あの本人たちが出演するヒーローショーになるのよ。あ、テレビの俳優さんたちが、あ、本物が来るってこと。そうそうそう、すごいじゃん、それ高そうですね。もう俺、今年2回見に行ったもんね。すげえな。もう息子たち。それって、あれなんじゃない、応募とかで当たるとかなの。普通にチケット予約です。あ、そうなんだ。すごい。もう、本当にもう、でも、僕そんなに金掴んだったら、なんかキャバクラとか行くでしょ。いや、まあ僕は行きますよ。僕はね。夢ありますからね、夢が。もういいね、野球選手楽しそう。っていう夢がいまだにね。でも皆さん、はい、どうですか、この最近世間を騒がせてますけども、あの、ああ、田代正史さんの息子さんの。いや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 、今日やってましたね。騒がしてです。今日やってましたね。今日。今日だね、今日。親父が田代正史。ドキュメントもこの間やってた。やってた。それはあの知ってます、知ってました。え、はいはいはい。違いますよ、勝山さん。何ですか。いや、今はあれでしょう。いや、探してきました。なんか言うぞ、なんか言うぞ、なんか言うぞ。あれでしょう、今何ですか。あの、はい、僕、知ってますよ。あ、知ってるでしょ、はいはい、今もう世間がもう大変もうね、みんながもう騒いでるやつ。騒いでて、もう大変なんですよ。ね、大変です。あれですよ。あれです。奥さん。思い浮かばんのかい。まあね、あれです。思い浮かばんのかい。
おかわりくん、中村くんが一番バッターになったってね、オープン戦で。それそれそれ先頭打者ホームラン打ち、知らない知らない、ツイッター賑わしましたよね。知らない知らない、そうでしょ、おかわりくんが一番バッターになった。愛子さんこんばんは。愛子さん、ありがとうございます。まあコロナウイルスでね、そうマジで大打撃、大打撃、学校が休みになったりね、もう北海道が、うん、石川琴美さんの出身地ですね。はい、大変じゃん。他もね、そう、マスクも手に入らずで大変なんですよ。ね、もう僕ら芸人も軒並み軒並み、もう仕事バラしいよね、はい、元からなかった仕事が。ねえ、元からなかった仕事が。だから多分めっちゃ忙しい人はバラしになっても1個ぐらい気づかないかもしれないけど、はい、そうそうそう、すぐ分かるよね。すぐ分かる。ここ減ってる、おいってなるよ、ね、なくなってるってすぐ分かる。大事な1個はもういいって。もともと暇なスケジュールがまあ暇になりましたからね、はい、僕らも、うん、営業はもう全てなし。なしだよね、今ね。某皆川くん、はい、あの DH 横の親友の、はい、ちょこちょこちょこ P も今日ね、はい、ツイッターで、3月の仕事がゼロになる。いやいや困る。もうみんな軒並みそうです、ね、このマグちゃんっていう方も、俺も暇っていうと、この人は仙台で立ち食いそばをやってるんです。立ち食いそば、でもやっぱ飲食も影響出てるのかもね。飲食だから人が出歩かないから。なるほどね。まあ、もともとこの立ち食いそばはちょっと暇なんです。そんなことはない。そうなの。そんなことはないです。俺らと一緒ってことないね。そんな時間がないから回転するはずだから。マグちゃんと俺ら一緒。一緒じゃない、一緒じゃない。行ってあげてください。中野小劇場は大丈夫。あ、大丈夫です、一応やる予定です。あ、ケンちゃんがね。そう、僕が出るんですけど、一応やる予定ですけど、わかんないですよ、まだわかんないですけど、うん、まあ、とりあえずね、これは、まあ、月1、2回、はい、2回ぐらいいつも配信やってるんで、まあ、これぐらいはね、定期的にやりましょうか、ね、やりましょう、はい、はい、うん、いつもね、なんかネタっぽいことを、はい、まず4組やって、はい、僕なんかも今日アドリブですけども、アドリブですか、かっこいい、かっこいいな、かっこいい、何にも考えてない、かっこいい、めっちゃかっこいい、そう、その場にバンって出て、そこで勝負する。すごい、かっこいい。俺今日目つぶって息しないでやるから。あら、もういや、なんで変な課題をみんな与えるのか、自分にかっこいい。かっこいい、かっこいい、こうなりたい、こうなりたいかな。今日もほんと新ネタのもう一回も下ろしてないやつだから、うん、あ、そうですか、そうです。後ろの女子さん可愛いですね。前に来てください。あのね、前に行ったらダメなんですよ。前もこんなことあった。前もこんなことあったから。35はダメですもん。じゃあ代わりに DH 億前に行ってください。もう一番高年期です、大丈夫ですか。代わりに DH 億を、先輩ですけど、圧力がすごいですよ。じゃあ、はい、もっと面白い寄り方してる。あ、ちゃんとね、ちゃんとね、カメラ2台はいみたいな。ちょっとやめてくださいね。こんなね、筐体ですけど、男同士でカフェ行ったりするのも女子力があるっていうね。そう、女子力高いですよ。映えスポットもいっぱい行ってますから ね。さあ、それではネタの順番を決めましょう。はい、やるか、これか。一斉の出て決めよ、今日。あ、ここでこれ、いつもじゃんけん、あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いつもじゃんけんしてますけど、一斉のゲームね。今日一斉の2本、楽しそう、楽しそう、そう、2本、2本、2本で行こう。わかりました。見えるようにやんなきゃね。誰から行くか、じゃんけんしようじゃん。あ、いるよ、それ。それで一斉のせを、最初誰がやるかをじゃんけんしよう。いります。行くよ。絶対できてねえから、引っ張ってんだろ、今。最初はグー、じゃんけんぽん。あ、最初はグー、じゃんけんぽん。あ、いこしょ、アイコ、ショー、俺ガラジェイ。これなんか時計回りとかですか。お、はい、いくぞ、はい、一斉のでゼロ。ダサいやつだ。上げたいですよ、一番高い。やっぱ最初上げたいですよね。一発目みんな上げたいですからね。そう、爆笑オンエアバトルみたいで、ね、最初はやっぱ入れたいですよね。入れたいですから。いきますよ、はい、一斉の2。一斉ので 4。 あー、惜しい。危ね。一斉ので 3。 うわ。一斉ので5。ダメよ、ダメよ。一斉のゼロ。一斉ので2。一斉ので1。おぶね。なかなか。一斉ので3。お客さんこれ帰っちゃうんじゃない。普通になんかゲームしてるの見てるだけになりますよ。これ、はい、一斉ので3。よっしゃー。一斉ので4。あら、誰もいない。一斉ので3。一斉ので1。おぉ。一斉ので2。伊勢ので2。おわ。伊勢ので3。よっしゃ。みんなうまい。伊勢ので1。おいおい、ちょっとちょっと。わさしのおかげで見た。まあいいですよ、ネタ中だから。ネタ中だからいいですよ。よっしゃ。私のおかげで見た。なんで終わりじゃん。全然プライドねえな、私。私2個。伊勢ので3。伊勢ので3。伊勢ので1。よっしゃ。伊勢ので2。よっしゃ。もう2個が無理。じゃあ
僕が、まあ、やらせてもらいます、はい、まあ、僕の LINE ライブということで、そうですよ、勝山さん、さすが、まあ、芸歴もね、この中じゃ、うん、あ、上なんで、そうですね、じゃあ私が、2番行かさせていただきます。2番2番様子見させてください。なるほど、まあね、僕、あ、次あるか、奥か、はい、なるほど、そうですね、じゃあ僕は3番で、わー、行きました、もう取りたたったかった、はい、今日クソネタなんだよいつもだろ、ね、分かりました、じゃあ僕はちょっといろいろ準備とかあるんで、はい、4番で、かしこまりました、はい、じゃあ私、トップバッター行きます。じゃあちゃんと除菌して守ってるね。除菌、それじゃあ4組続けてご覧ください。どうぞ。今掴めてないので、ちょっと待ってください。この世は…あ、わかりました。そんなことでもドーンと言うんだというモグロ福蔵。女性の格好は夏場の方が薄着でいいと普通の男の人は言いますが、私は冬場の方が逆にニットとか着てる女性の方が体のラインが出ていいと思うんです。ドーン！私はファミレスで飲んだりするのが好きなんですが、特に好きなのがサイゼリヤなんです。サイゼリヤはとにかく安い、メニュー見てる時が一番楽しいんです。サイゼリヤの何が一番いいって、とにかく安い、メニュー表を見てください。サイゼリヤのミラノドリオなんか299円ですよ。そしてこの299円が消費税が入って結局高くなるって言うんですけど、実はこのサイゼリヤのメニュー税込み価格なんです。ダーン！
中目黒に一方亭というラーメン屋があるんですが、ここの麻婆ラーメンが非常に美味しいんです。ラーメンの上に熱々の麻婆豆腐が乗っていて、この麻婆豆腐だけ食べてもとにかく美味しいんですけども、ランチで行くとなんと新潟の炊きたてのコシヒカリが半ライス無料でついてくるんです。まずラーメンを食べる前に上に乗って熱々の麻婆豆腐を炊きたてつやつやの新潟のコシヒカリの上に乗せて食べると、白ご飯にこの麻婆豆腐の旨味が刺さってんじゃん。どうもありがとうございました。はい、どうも。あ、どうもどうもありがとうございます。あ、どうもどうもね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでね、上の歯しか見せない純烈のリーダー酒井和義さんをお送りいたしました。はいね、神対応ですか、はいのね、純烈のリーダー酒井和義さんをお送りいたしましたけども、今日はですね、僕マニアックなモノマネが好きなんでね、どんどんやっていきたいと思います。まずね、無駄にやんちゃなデビュー当時の TOKIO の松岡君。メントレ G 時代ですね。続いてね、美味しいものを食べた時にまず体が震える宮川大輔さん。続いて平日の昼間から六本木で飲み歩いている社長のメガネのかけ方ね、ムカつきますよね。じゃあ続いてね、じゃあ今からね、モノマネするので何か当ててくださいね。はい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 、さあ何だったでしょう。はい、正解ですね。オールスター感謝祭で、こっちが心配になるエリック・ワイナイナのね、エリック・ワイナイナのスタートでしたけど、大丈夫でしょうか、これ。すいません、これはこれでいいんですか。大丈夫ですか。ちょっと待ちくださいね、はしゃぎすぎましたね。はい、大丈夫でしょうか。はい、エリック・ワイナイナのモノマネでしたね。続いてはですね、激しく人の意見に同調するマツコ・デラックスさん。そうよ、やっぱりあんこよね。ね、あんこですよね。続いてはですね、一般人のモノマネいきますよ。社員教育が行き届いているレジで働く東南アジア系の店員さん。はい、もう一回いきますよ。ね、はい、社員教育が行き届いている東南アジア系のレジの店員さん。いらっしゃいませ。 1.758円になります、カードで。暗証番号お願いします。ねえ、後ろから抱きしめたくなりますよね。ちゃんと後ろ向いてね、暗証番号見ないようにしてね。はい、こんな感じでね、もっといきましょうかね。強風の日に自業自得だなと思う格好つけてる人。ツボ飛んできたね。はい、自業自得ですよね。続いてはですね、ちゃんとしている人だなと思うレジで、買い物する人。じゃあこれとこれ、あ、ストローいらないです。あ、もう全部いらないです。あ、レシートだけください。ちゃんとしてるね。続いてはですね、最後にですね、シーズン始まって1ヶ月で神のお告げと言って帰っていった元阪神グリーンウェルの空港でのお別れのシーン。カメラ見ないんですね。本日これにてゲームセット、どうもありがとうございました。この場を借りて言いたいと思います。全然マッチョじゃねえ。皆さん、ズバリそう思ったでしょう。私には分かりますよ。
まあ、特にね、私ね、本当にマッチョでも何でもないんですよ。別に体を鍛えてるわけでもなく、食事制限をしているわけでもなく、お酒だって飲みます。ビールに焼酎、ワインにファンタにウイスキー、ガンガン飲みますからね。だから、とにかくね、いいんですよ。皆さんに、今皆さんが思っていることを私、この場を借りて言いたいと思います。ファンタはお酒じゃねー。つまり皆さんそう思ったでしょう。私には分かりますよ。ファンタはお酒じゃないですからね。今日はですね、僕のことを知っていただくために趣味を言いたいなと思いまして、僕の趣味なんですが、まあ、コンビニとかにあるフリーペーパー、こう、フリーペーパー、こういうやつね。こういうやつを、まあ、タウンワークとかを家に持って帰って読むのが大好きなんですよ。私、今、こういうのにハマってまして。今から皆さんが思っていることを、私、この場を借りて言いたいと思います。タウンワーク親指貫通してる。皆さん、ズバリ思ってたでしょう。私には分かりますよ。あとですね、私の趣味といえば、今ドキュメントにハマっておりまして、僕がその中でも一番好きなのはザ・ノンフィクション。もうあれを見てるとね、感動して涙が出てくるんですよ。もういやー、今から皆さんが思っていることを私がこの場を借りて言いたいと思います。ハンカチブリーフー。皆さん、ズバリ思ってたでしょう。私には分かりますよ。以上、どうもありがとうございました。